行司神田優が待ったなしを告げました。松鳳山がまず左が入る、首投げ少し飛び込んだ。さあ松鳳山はもろ差しになりたい、高安は左を差し込みたい。小手投げ、また少し体が離れて同じような格好になりました。松鳳山が右の前回し、高安は少し苦しい。の回しを高安は切れるかどうか。左が深くなってきた、切りました。ここをうまく切りました高安。そして右は抱え込んだ、手投げ気味にいった松鳳山。手投げ、また離れた。あーっと頭に離れてしまった。高安乗りました。松鳳山も見せ場を作りました。ただいまの決まり手は二十歳取り、赤字取りで高安取り持ち。57秒の相撲、連日高安は1分前後の相撲苦戦をしました。柴田山さん、高安、はい、よくしのぎましたね、最後は。まあ